どうも、洋次郎です。今回の、プロフィール語りは、マリアマアカネということでね、アカネちゃんやっていきましょうということでね。で、マリアマアカネ、CV、白沢かなえさんということでね、かなえるですね。かなえる。そう、握手会とかね、何度かお会いしたことあるんですけども、まあ、正直、俺、結構かなえる。ちょっとね、ほんとね、話せないですよね。何歳か分かんないですけど。そう、叶えるとはね、話が続かない。ねえ、まあ、素敵だからちょっと緊張したのもあるんですけど、まあなんか、またいいか、なんかね、詰まっちゃうんですよね、会話が。でも最近はなんか、徐々僕も好きなんで、ナランチャの話とかできるかなと思ってますね。はい。で、誕生日が、9月8日ということでね、まあ先月でしたね、はい。誕生日で、それで年齢が16歳ということでね、まあそう、ね、なんまあお姉さんの立場ですね、あかねちゃんは。はい。で、身長が160センチということでね、やっぱりなんか720っぽいスタイルいい子が多いですね、高身長でスラッとしてて。で、血液型が B 型ということで、もうちょっとなんか B 型って意外ですね。で、出身地が北海道ということでね、はい。ドサンコですね、札幌とかの出身なんですかね、まあアニメでも幼少期描かれてましたけど、まあお父様が、画家でしたっけ確か、で結構なんかお母様がちょっと教育ママ的な感じでしたね。でなんかあれはちょっとぶつかりそうですね。なんか伸び伸びあの、ね、やらせたいお父さんとちょっと勉強させたいお母さんで衝突があって、ちょっとでなんかあのね、あのアニメでも絵が描いてますけど、あの遭難事故があって、まあ結局ねお別れすることになってしまった感じですけども、で結局お母様に引き取られて今があるみたいな感じですね。で、でそこから、メガネをかけるようになって、このメガネがその自分の感情を抑える、まあキーになってるんですね。だからメガネを外したらもうね感情が爆発しちゃいますからね、まあそこもまた面白いね一つでありますね。はい。でペンライトがパープルってことでね素敵ですね、で座右の銘が、唯一生き残るのは、変化できるものである、ダーウィンの進化論ってことでね、そうですね、なんか自分自身も変化というものは苦手なんですけども、生き残るためには変化をしていかないといけない、これはとても大事ですね、で特技が、料理と円周率100桁まで言えるということでね、料理はね計算中でも、魚さばいたりしましたね、あと料理クイーンとかもね多分取ってたと思うんですよ。でカナエル自身もね料理が得意で、なんか結構あれですね、なんかそれこだわって食器とかもなんかその料理用に買ったりとかしてて、もう本当に手が込んでるなと思ってて、でもやるのが大体深夜だったりするんですよね、なんか投稿見てるとインスタとか、すごいなこの時間料理するんだみたいな感じですけども、はい。で将来の夢、これ将来の夢なのか、運動不足解消ということでね、なんか永遠のテーマみたいになってますけども、なんかあれですよね、その7時に入った理由もなんか、運動不足の解消のためみたいな、そんな感じだったような気がしますね。なんかダンスで運動不足解消を狙っているんでしょうか。で好きな食べ物が、健康的な食べ物ってことでね、健康的な食べ物、お野菜とかそんな感じ、なんかそう体にいいものでしょうかね、で苦手なものが、理屈ではないもの、感情的なものってことでね、まあ苦手というかまあなんかちょっとトラウマ的なところもあるんですかね、自分が感情的になると、周りが不幸になると思っている節がありますからね、あかねちゃんは。まあねそうだね、なんか子供の時にその山でねちょっと遭難してしまったのは、あれはまあね仕方ないって言い方はあれですけど、もう、まあ、子供だからっていう理由でもあるし、ねまあ今、まあ、大人に16歳ですからね、もうその感情のコントロールとかもう効きますから、多少感情的になっても
大丈夫じゃないですか、ね、そこも乗り越えていくエピソードを、ね、今後楽しみにしていきたいですね、はい、で趣味が、入浴剤集めとヒーリング系の音楽を聴くということでね、あーもうよく似合います。入浴剤に関しては結構そのあれですよね、この七尾のエピソードでも、うん、語られてますよね。入浴剤ということでね、うん、ヒーリング系の音楽を聴くということでね、ヒーリング系の音楽も ASMR みたいな感じですね。はい、ヒーリング系の音楽ね、いいですね。で、最後の3行、常に冷静な頭脳、理系の、感情の起伏が少なくて、論理に基づいた発展や、行動が多いため、ロボットのように見られてしまうことが多い、うん、料理が得意で、知識や入浴剤を集め、演習率を100桁まで言えるってことだよね。演習率100桁まで言えるってすごいよね。そう、でもなんかこれ言っちゃあれですよ、言えたからってなんだって話になってきますけど、まあね、そう、うん、あかねちゃんはね、そう、七虹には必要不可欠な存在ですからね、うん、これからもね、なんかサッカーいうと完全にボランチみたいなポジションですからね、うん、彼女がいないとグループが機能しないですからね、あかねちゃんからパスを出してみたいな、まあ、目立たないですけど、とても大事な仕事をグループでしているんで、これからも応援していきたいですね。はい。